こんにちは。今日の講義は書籍 3% シグナル投資法、誰でもできる安値で買って高値で売るバリューアベレージ法です。この本は投資の世界で注目を集めている新しい手法について詳しく解説しています。多くの人が投資に興味を持ちながらも、その複雑さや不確実性に戸惑いを感じているのが現状です。しかし、この本で紹介されている方法を使えば、誰でも比較的簡単に効果的な投資ができるようになるかもしれません。まず、この投資法の核心となる 3% シグナルについて説明しましょう。これは、投資対象の価格変動に応じて定期的に資産配分を調整する手法です。具体的には、四半期ごとに自分の投資ポートフォリオを確認し、目標とする資産配分から 3% 以上ずれていた場合に、それを修正するというものです。この 3% という数字が投資家に行動を起こすシグナルとなるわけです。この方法の大きな特徴は、市場の動きに一喜一憂することなく、感情に左右されずに投資を続けられる点です。多くの投資家が陥りがちな高値で買って安値で売るという失敗を避け、逆に安値で買って高値で売るという理想的な投資行動を実現しやすくなります。これは市場が上昇している時には利益を確定し、下落している時には買いますという行動を自動的に取ることができるからです。バリューアベレージング法とは、この 3% シグナルを用いて定期的に投資額を調整していく手法のことです。従来のドルコスト平均法、一定額を定期的に投資する方法と比べて、より効率的に資産を増やすことができるとされています。なぜなら、市場の変動に応じて柔軟に投資額を変更できるからです。この投資法の実践方法についても本書では詳しく解説されています。まず、投資を始める前に自分の目標や投資可能な金額、リスク許容度などを考慮して適切な資産配分を決めます。例えば、株式 60%、 債券 40% といった具合です。そして、四半期ごとに自分のポートフォリオを確認し、この目標配分から 3% 以上ずれていた場合に調整を行います。具体的な調整方法としては、例えば株式の比率が 63% を超えていた場合、超過分を売却して債券を購入します。逆に 57% を下回っていた場合は、不足分だけ株式を追加購入します。この作業を繰り返すことで、市場の上昇局面では利益を確定し、下落局面では割安な価格で買い増すことができるのです。この方法の利点は、市場のタイミングを測る必要がないことです。多くの投資家は市場の動向を予測して最適なタイミングで売買しようとしますが、これは非常に難しく、しばしば失敗につながります。 3% シグナル投資法では、市場の予測は一切必要ありません。ただ機械的にルールに従って行動するだけで、結果的に良いパフォーマンスを得られる可能性が高くなります。また、この方法は心理的なストレスも軽減してくれます。市場が急落した時でも、これは買い増しのチャンスだと前向きに捉えることができます。逆に、市場が急騰した時も、利益確定のタイミングだと冷静に判断できます。このように、感情に左右されずに投資を続けられることが長期的な成功につながるのです。本書では、この投資法を実践するための具体的なステップも詳しく説明されています。まず、自分の投資目標を明確にすることから始まり、適切な資産配分の決定、投資対象の選択、実際の売買の方法、そして定期的な見直しと調整の仕方まで順を追って解説されています。初心者でも理解しやすいように、具体例やチャートなども多く用いられており、実践的な知識を得ることができます。さらに、この投資法を様々な金融商品に適用する方法についても触れられています。株式や債券だけでなく、投資信託やエクスチェンジトレーデッドファンド、 ETF などにも応用可能です。また、個人の退職金口座や確定拠出年金などの長期運用にも適しているとされています。本書の著者は、この投資法を長年実践してきた経験から、さまざまなヒントやコツも紹介しています。例えば、投資を始める際の資金の分割投入方法や、市場が極端に変動した時の対処法、税金対策なども含まれています。
これらの実践的なアドバイスは、読者が実際に投資を始める際に非常に役立つでしょう。また、この投資法の限界や注意点についても正直に述べられています。例えば、急激な市場の上昇局面では、従来のバイアンドホールド戦略、買って持ち続けるに劣る可能性があることや、頻繁な売買による取引コストの増加などのデメリットも指摘されています。これらの情報は、読者が自分に合った投資方法を選択する際の判断材料となります。本書の特筆すべき点は、複雑な金融理論や難解な専門用語をあまり使わずに、誰にでも分かりやすく説明していることです。投資の経験がない人でも、この本を読めば 3% シグナル投資法の基本を理解し、実践できるようになるでしょう。また、すでに投資経験がある人にとっても、新しい視点や考え方を得られる内容となっています。著者は、この投資法が単なる理論ではなく、実際に多くの投資家によって成功を収めていることを強調しています。本書には、この方法を使って長期的に安定した運用成績を上げている投資家たちの事例も紹介されています。これらの実例は、読者に希望と自信を与えるとともに、投資の実践に向けての動機づけにもなるでしょう。 3% シグナル投資法の興味深い点は、市場の非効率性を利用している点です。効率的市場仮説によれば、市場価格は常に全ての情報を反映しているため、市場を上回るリターンを継続的に得ることは不可能とされています。しかし、現実の市場では、投資家の感情や行動バイアスによって短期的には非効率な価格形成が起こることがあります。 3% シグナル投資法は、このような市場の非効率性を逆手に取り、システマティックに利益を得ようとする試みと言えるでしょう。本書では、この投資法の歴史的背景や理論的根拠についても触れられています。バリューアベレージング法の原型は、1970年代にマイケル・ウェドルソンによって考案されました。その後、様々な研究者や実務家によって改良が加えられ、現在の 3% シグナル投資法に発展しました。著者は、これらの研究成果や実証データを引用しながら、この投資法の有効性を科学的に説明しています。また、この投資法を実践する上での心構えについても詳しく述べられています。投資は長期的な視点で行うべきであり、短期的な市場の変動に一喜一憂しないことの重要性が強調されています。著者は、投資の成功には忍耐と規律が不可欠であり、感情的な判断を避け、システマティックに投資を続けることの大切さを説いています。本書の後半では、より高度な応用テクニックも紹介されています。例えば、複数の資産クラスを組み合わせたポートフォリオ運用や、レバレッジを活用した投資戦略、オプションを使ったリスクヘッジなどです。これらの高度な手法は、投資経験が豊富な読者向けの内容となっていますが、初心者の読者にとっても将来の学習目標として参考になるでしょう。さらに、本書では、投資以外の人生の様々な場面でも 3% シグナルの考え方を応用できることが示唆されています。例えば、健康管理や学習、仕事の生産性向上など、日常生活のあらゆる側面で小さな変化を定期的にチェックし、必要に応じて調整を加えていくという方法が提案されています。これは、投資だけでなく人生全般において長期的な成功を収めるための有効な戦略となりうるでしょう。本書の結びでは、著者が読者に向けて熱いメッセージを送っています。投資は決して難しいものではなく、誰でも正しい知識と方法を身につければ成功できるということ、そして 3% シグナル投資法はその有力な選択肢の一つであるということです。著者は、読者が本書の内容を実践し、財務的な自由を達成することを強く願っています。この本は、単なる投資手法の解説書にとどまらず、お金との付き合い方や人生の生き方についても深い洞察を与えてくれます。 3% シグナル投資法は、市場の変動に振り回されず、自分のペースで着実に資産を増やしていく方法を提供してくれます。これは、忙しい現代人にとって非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。本書を読み進めていくと、投資というものが決して特別な才能や膨大な時間を必要とするものではないことが分かってきます。むしろ、誰でも実践できるシンプルで効果的な方法があるのだということを教えてくれます。これは、
多くの人々に希望を与え、投資の世界への扉を開く可能性を秘めています。また本書は単に投資の技術的な側面だけでなく、投資に対する心構えや哲学についても深く掘り下げています。お金は人生の目的ではなく、より充実した人生を送るための手段であるという著者の考えが随所に現れています。この視点は読者に投資の本質的な意味を考えさせ、より広い視野で資産運用を捉えることを促します。本書の魅力の一つは、著者の豊富な経験に基づいた具体的なアドバイスが満載されていることです。市場が急落した時の心理的な対処法や、長期的な視点を失わないためのテクニックなど、実践的で有用な情報が数多く含まれています。これらのアドバイスは投資の世界で成功を収めるための貴重な指針となるでしょう。さらに本書は読者に自己反省と自己分析の機会も提供しています。自分のリスク許容度や投資目標、そして人生の優先順位について深く考えることを促しています。これは単に投資の成功だけでなく、人生全体の成功につながる重要なプロセスです。本書の内容は投資初心者から経験豊富な投資家まで幅広い読者層に対応しています。初心者にとっては投資の基本的な概念や用語の解説から始まり、徐々に高度な内容へと進んでいくため、無理なく学習を進めることができます。一方、経験者にとっては自分の投資戦略を見直し、新たな視点を得る機会となるでしょう。著者は読者が本書の内容を実践する際の注意点についても丁寧に説明しています。例えば、自分の投資スタイルに合わせて 3% シグナル投資法をカスタマイズする方法や、市場の極端な変動時にどのように対応すべきかなどです。これらの情報は読者が実際に投資を始める際の貴重なガイドラインとなるでしょう。本書は単に理論を説明するだけでなく、読者が実際に行動を起こすことを強く促しています。各章の終わりには学んだ内容を実践するためのアクションプランが提示されており、読者が段階的に 3% シグナル投資法を自分の生活に取り入れていけるよう工夫されています。また本書では投資に関連する様々な話題についても触れられています。例えば税金対策や相続対策、リタイアメントプランニングなど、投資と密接に関連する重要なテーマについても解説されています。これらの情報は読者が総合的な資産管理戦略を立てる上で非常に有用です。この本の中で特に注目すべきは、投資の心理的側面に対する深い洞察です。投資を成功させるためには、単に技術的な知識や戦略だけでなく、自分自身の感情や行動を理解しコントロールすることが重要です。著者は投資家が陥りやすい心理的な罠について詳しく解説しており、これを避けるための具体的な方法を提供しています。例えば、市場が急激に下落した時に恐怖心から売却してしまうことや、逆に市場が上昇している時に過信して買い増してしまうことなどが挙げられます。これらの行動は長期的な投資成果を損なう可能性があるため、注意が必要です。また著者は投資におけるリスク管理の重要性についても強調しています。リスクを完全に排除することは不可能ですが、適切に管理することで投資の成功確率を高めることができます。具体的には分散投資の重要性やリスク許容度に応じた資産配分の設定方法について詳しく説明されています。これにより投資家は自分のリスクプロファイルに合った投資戦略を構築し、安心して投資を続けることができるでしょう。さらにこの本では投資を通じて得られる学びについても触れられています。投資は単なるお金の運用手段ではなく、自己成長のプロセスでもあります。市場の動きや経済の変化を観察し、それに基づいて判断を下すことで、投資家はより広い視野を持つことができるようになります。著者は投資を通じて得られる知識や経験が人生の他の側面にも良い影響を与えることを示唆しています。また投資の成功には継続的な学習が不可欠であることも強調されています。金融市場は常に変化しており、新しい情報や技術が次々と登場します。そのため投資家は常に最新の情報を収集し、自分の知識をアップデートする必要があります。この本では情報収集の方法や信頼できる情報源の選び方についてもアドバイスが提供されています。
この本のもう一つの魅力は、実際のケーススタディや成功した投資家の事例が豊富に紹介されていることです。これにより読者は理論だけでなく、実際の投資の現場でどのように理論が応用されているかを具体的に理解することができます。これらの事例は読者にとって大いに参考になるでしょう。また投資を始める際の初期設定や口座開設の手順についても詳しく解説されています。初心者にとってはどのように投資を始めればよいのか、具体的なステップがわからないことが多いですが、この本ではその不安を解消するための情報がしっかりと提供されています。これにより投資を始めるハードルが大きく下がり、より多くの人が実際に投資を始めるきっかけとなるでしょう。さらに投資に関連する法律や税金についても触れられています。投資を行う上でこれらの知識は欠かせません。特に税金対策は投資のリターンに大きな影響を与えるため、適切な知識を持っておくことが重要です。この本では基本的な法律や税制についても分かりやすく説明されており、読者が安心して投資を行えるようサポートしています。このようにこの本は投資の初心者から経験者まで幅広い読者層に対応した内容となっており、投資の基礎から応用までを網羅しています。投資を通じて経済的な自由を手に入れたいと考えている人にとってこの本は非常に有用なガイドとなるでしょう。投資において成功するためには単に知識を得るだけではなく、実際に行動に移すことが重要です。この本を通じて学んだことを実践することで、投資の世界で確固たる地位を築くことができるでしょう。著者が強調しているように、投資は長期的な視点を持ち続けることが肝心です。短期的な市場の変動に一喜一憂せず、冷静に自分の戦略を貫くことが求められます。投資はマラソンのようなものであり、焦らずに着実に進むことが成功への鍵となります。また投資を通じて得られる経験や知識は人生の他の側面にも良い影響を与えます。市場の動きや経済の変化を理解することでより広い視野を持つことができ、日常生活や仕事においても役立つスキルを身につけることができます。投資は単なるお金の運用手段ではなく、自己成長の機会でもあります。この本では投資を始める際の具体的なステップや成功するための心構えについても詳しく解説されています。初心者にとってはどのように投資を始めればよいのか、具体的な手順がわからないことが多いですが、この本ではその不安を解消するための情報がしっかりと提供されています。これにより投資を始めるハードルが大きく下がり、より多くの人が実際に投資を始めるきっかけとなるでしょう。さらに投資に関連する法律や税金についても触れられています。投資を行う上でこれらの知識は欠かせません。特に税金対策は投資のリターンに大きな影響を与えるため、適切な知識を持っておくことが重要です。この本では基本的な法律や税制についても分かりやすく説明されており、読者が安心して投資を行えるようサポートしています。投資の成功には継続的な学習が不可欠です。金融市場は常に変化しており、新しい情報や技術が次々と登場します。そのため投資家は常に最新の情報を収集し、自分の知識をアップデートする必要があります。この本では情報収集の方法や信頼できる情報源の選び方についてもアドバイスが提供されています。この本を通じて得た知識を活用し、周囲の人々と情報を共有することでより良い投資判断を下すことができるでしょう。投資は長い旅路ですが、この本がその旅の良きガイドとなることを願っています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ、長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。
ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は、過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し、効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして、30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで、時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ、理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でも、ライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。